TBS の安住紳一郎アナウンサー49が11日、パーソナリティを務める TBS ラジオ安住紳一郎の日曜天国日曜前10:00に生出演した。冒頭のトーク終盤、ここでお話しする内容ではないんですが、申し訳ないと切り出し、自身がツイッターをやっていないことに触れ、私の名前でつぶやいている人がいまして、私ではありませんということを、あまねくお知らせしたいと話し始めた。安住アナが発言したものではないものも、投稿されているようで、問い合わせが来るようになりまして、スタッフの仕事が増えて正直、困っている現状があります、と告白。続けて、内容を読む限り、私の仕事をいろいろかなり見聞きしてくれている方なのでまずはありがとうございます、と感謝を伝え、申し訳ないのですが、運営の方法を変えていただければというお願いです。どうぞよろしくお願いいたします、と呼びかけた。その約30分後、安住アナは、やはりラジオを聞いてくださっているよ。腕アカウントが消えていました、と報告、すぐに対処していただきましてありがとうございました。また何か機会がございましたら、ぜひ何か一緒にやっていきましょう。ありがとうございました、と語りかけた。